加賀寺しは、石川県加賀地方に伝わる伝統芸能。1965年に、金沢市の無形民族文化財に指定された。金沢市をはじめ石川県加賀地方の多くの市姉妹は、加賀寺しと呼ばれている。地域の風土や受け継がれた流派などの違いから、細部においてそれぞれ異なるが、いずれも、棒、刀、薙刀、鎖釜等の武器を手にした、棒ぶりが、 大きな胴体と頭を持つ獅子を退治をするという、いわば勇壮な殺し獅子が特徴となっている。加賀獅子の起源については明らかではないが、天正十一年、前田敏家が金沢城に入城する際に民衆が祝いの獅子を献上したとのことから、加賀一向一期の頃にはその原点がすでに存在していたと推測される。江戸期における加賀獅子の歴史は、 庶民生活や加賀工芸の発展と密接に関係している。前だけ繁盛時代、漆器、金箔などに代表される加賀工芸は繁栄の加賀細工書を中心にして栄えた。獅子の胴体部分にあたる加賀には加賀染めの技術が生かされており、獅子頭もこの加賀細工書において作られ、彫刻、漆塗り、金箔といった技法の発展とともに熟成されていく。 庶民の間では、獅子頭が、魔よけやくよけなどの縁起物として、調度品や祝いの贈り物などに広く徴用された。さらに獅子頭は、各町一揆の守り神として置かれるようになり、各町は競って、その豪華さを誇示したことが、工芸品としての熟達に拍車をかけた。祭礼の際に披露される、棒振りは、武術道場の指導のもと、剣術、棒術、 柔術などの武術を取り込んでいき、肘方流や半米流など、約40波の流派を生み出しながら発展する。やがて、江戸後期になると、金沢だけでなく、加賀地方の各地でも、死姉妹は盛んに行われるようになり、明治頃までには、この地域の風習の一つとして定着し、その受け継ぐ流派や、地域の風土と相まって、それぞれが個性的な死姉妹となっていく。以降、 昭和初期までは盛んに行われた加賀寺市であったが、第二次世界大戦の混乱を経て、次第にその数を減らしていき、昭和20年代に十数名はいたとされる、彫刻師とその師市頭工房も、現在では、白山市や和田町にある地で、記憶も工房のみとなる。戦後、金沢市内でもあまり見かけなくなった、市姉妹ではあったが、1965年に、 加賀寺しが、金沢市の無形民族文化財に指定されたことから、同市では、加賀じし保存協会を中心に復興活動が活発化する。現在では、金沢市内にある多くの保存会が、百万国、祭りなど各種イベントや、祭礼の際には獅子舞を披露し、古き伝統の継承に努めており、白山市や津端町、野々市市など、金沢近隣の地域でも、 各保存会や町会が中心となって、昔と変わらぬ伝統を今も守り続けている。また、東海道戸前郡羽幌町では、内灘町出身者が伝えたとされる加賀氏姉妹が、羽幌神社祭において披露され、親しまれている。ありがとうございます。